はい、こんにちは。オーバーラップ3回目。今回のテーマはキャストです。7月18日に行われた日本のアンリアルフェスの公演の中で、さらっと、キャストは重いという発言を聞いてから、え、重いとか言われてもどうしたらいいのか知らないんだけど、と個人的に右往左往していました。で、どの公演だったか、多分サイバーコネクト2の公演だったような気がするんですが、該当箇所が見直しても見つからなかったんですよね。 で現状の見解としては使ったら間違いということではないというかキャストで作るのが基本と今でも言っていいくらい普通に使われている組み方です。まあ、キャストで呼び出すと実際どれくらい重いのかに関しては呼び出すものの中身によるようですが通常の制作では問題になることはあまりなさそうだなという感じなんですが、まあ、キャストは使ってもいいっていう前提の上で キャストを使わない場合、どんな処理方法があるのかを見てみたいと思います。えっ、ー、と、今まで作ってきたやつで、エネミーテイ。えっ、ー、とこ、こっちのこれですね。この横に歩いてるやつを、まあ、今日ちょっといじってみようかなと思うんですけど、まずこのキャスト。通常キャストでやる場合、このアクターから、まあ、一回消しましょうか。アクターから、 まあこの敵と当たる、当たって同行するっていうのは今まで通り 2D のメインキャラクターと同行するって形で、まあ、今までずっとこういう形でシャープ16、15、15くらいまではこれでやってきたんですけどしたけホ,ーホーミングの時にハズタグハズタグっていう方法論をハズ タグ。よいしょ。えっと、えーとまあ、こういう識別方法っていうのをまあ一応おすすめって感じでやっているんですけどあれはこの,このエネミーみたいにいろんな種類がある場合 まあ、有効っていう形で、まあ、ここもまあ、プレイヤーみたいな形で、プレイヤーって形で、まあ、この 2D サイドスクローラーに対して、プレイヤーっていうタグをつけてやってもいいんですけど、なんかこう、プログラマーの人の、なんかブログ見てたら、ハズタグのこのタグの検索は、まあ、そこそこ検索っていうコストがそかかるから、まあ、 言って、そんな軽い処理じゃないよみたいなことが書いてあって、まあ、それが正しいのかどうかよくわかんないんですけど、まあ、とりあえずその、なんだろう、キャスト、キャストが重いよっていう話を聞いて、おぉってなった後、タグも別に軽くないよっていうのを見た後、え、じゃあどうすんのっていう感じになって、で、まあ、この、今回みたいに、プレイヤー、プレイヤーって、まあ、固有の、 ものがはっきりししているんだとしたら、まあ、こういう場合はですけど、えっ、ー、と、ゲットプレイヤーフォンで、まあその、キャストじゃない形っていう話であれば、これを、えっ、ー、と、なんていうんですか、今まで使ってない気がしますけど、イコールイコール、えっ、ー、と、 これとこれがイコールだったらっていう条件文条件でアクターちょっと順番を変えますね上と下を変えてまあなんだろう単純にタグより、まあ、この方がプレイヤーを指定する上ではどうもまあ一番 適切ななのかなっていう,のがなんだろうまあこの3つで言うとプレイヤーを指定する分には、まあ、キャストを使っちゃいけないって言われてタグも別に軽くないよって言われたら、まあ、これが多分あのプレイヤーを指定する分には適切なのかなっていうのが今のところの個人的な見解って感じですかね。 でまあ、これが軽い、あとまあ、ちょっと説明用にもう一個。なんだろう。これがもしそのポーンかどうかを判定するのが、それもまた何かしらその処理が走るからっていう話だとしたら、ここに、なんていうのだ、ダメージアプライダメージを直接、直接。 なんだろうまあ今のところこのカプセルに対していろんなものが当たったりオーバーラップする形になってるんですけどこのプレイヤーとしか接触しないっていう扱いにしたらなんかこういう,う当たったものは全部ダメージダメージを与えるみたいな処理にするのがもしかしたら 一番軽いって形になるかなと思うんですけどただまあこれが通用するのはちょっと本当ミニゲームミニゲームでものがそんなにいろんな種類ない場合っていう感じかなっていう気がするのでまあやるんだとしたらこうなるんじゃないかなっていう気がしますよねうん うん、まああとちょっとマルチマルチプレイヤーマルチプレイヤーの場合このプレイヤーインデックスっていうのがこの0が、えっと、通常の1プレイヤーなんですけど1が2プレイヤー2が3プレイヤー3が4プレイヤーっていう感じでまあプレイヤーが複数いる場合これまだ確認してないんですけどこれでちゃんとその個別にダメージが通るのかっていうのが まあでも当たったやつに対してってことですもんねこれだったらねうんまあそれは大丈夫なのかなうんなのでなんか本当にこう処理がもうみじな零0.000 00いくつでも軽くしたければこれが多分一番これが一番なのかなでもまあそらくこれが一番 軽いんんだと思うんですけど一応まあプレイヤーっていう判定ぐらいを入れてもいいんじゃねっていう話であればこれかなまあタグに関してはまあプレイヤーってまあこれで判定できるみたいなので、まあ、これがいいんじゃないかなって気がしますよねあとこの「ゲットプレイヤーボーン」のイコールのつなぎ方昔なんか なんだろう本当に始めたての頃に何回か見た記憶があるんですけど、この、このノード、プレイヤーボーンとイコールとブランチとこれを見比べたときに、キャストと見比べたときに、キャストの方が、なんか、スマートな気がして、うん。なんで、なんでこんな、こんないろんなもん組み合わせてんだろうって思ったことがあるんですけど、まあ、おそらく処理的なことを考えると、 プレイヤーイコールっていう形で組むのがいいんじゃないかなと思います。ただ、何ですか、このダメージみたいな形で通すんだとしたら、これでもいいんですけど、なんだろうな、今までこの消したか、こっちか、の踏んだら飛び上がるみたいな処理は、なんだろうな、このキャラクタームーブメントに対して、 割り当てるっていう形だったり、あとはまあ、これはもうダメージで、えっと、代用してもいいんですけど、なんだろう、このデス関数に直接飛ばすみたいなことをしたいと思ったときに、まあ、こっからその、デス、デス、デ、デ、デス、 うん、プレイヤーが死ぬっていうところに直接飛ばしたい場合、まあ、キャストの方が楽かなっていう感じがあるんですけど、まあ、この辺を、まあ、こっちの、えっ、ー、と、プレイヤーでイコールで分岐させた方に、まあ、そっちでもと特定の関数に飛ばす方法を、えっ、ー、と、次回やってみようかなと思っています。 まあ、とりあえず今回はキャストを使わない方法っていう形で組んでみたいので今回は、あ、じゃあ次回はブループリントインターフェースっていうのを中心にキャストを使わない場合、えー、とブループリント間の通信周りの確認をしてみたいなと思っていますって感じでなんかやり残したことがあるような気がするけど、まあ、こんな感じで次回は 一旦ブループリントインターフェースっていう少し癖が癖があるうん次回はブループリントインターフェースを触っていきたいなと思いますって感じで次回もよろしくお願いします